皆さんこんにちは、高遠力です。今日もよろしくお願いします。なんかさ、みんな言うけどさ、名古屋の飯はまずいとかさ、エビフライとあのなんだっけ、あの硬いあのきしめんしかないとか言うけど、意外とさ、いやいや、ほんと冗談抜きで名古屋美味しいもん多いよ。でも俺意外と好きだけどな、あの、味噌煮込みうどんとか、あと味噌カツね、有名なんで。味噌カツもなんか手羽先、山ちゃん、いや、それにちょっと違うんだけど、はい、うなぎのね、はいはいはい、暑さの蓬莱軒って、その昔からで、お相撲さん、おばあちゃんすごいお相撲さんの、はい、あのファンで、はい、だからまあ俺は言ったら常の花さんとかね、昔の出羽海理事長ね、はい、がずっと泊まってたとか、旅館なんですか？旅館じゃない、あの旅館じゃないけど、暑さのあの蓬莱軒ってあってね、はい、でそれでうちなんかでも、だから高菜奈の親方仲良かったから、だから場所の途中で、はい、うなぎの差し入れがだ50個差し入れとか来るん、うな重50個差し入れとかね、はい、で俺はもうだからある程度もう並ばないと食べれないんだけど、だから本当名古屋なんかだって何十億もるんだよ、うなぎで。で意外とだからそのまあ美味しいとかまずいとか、まあ、賛否両論なんだけど、俺らはあのそのうなぎ、だからその時やっぱり美味しいなと思ったよ俺。うなぎのあのひつまむしの大きいやつ、大きいの、大きいのだって俺6個ぐらい食べたのかな、すげえ、大盛り、うなぎのあのでっかいやつあるじゃん、だって普通盛りじゃなくて大盛り、俺6杯食べたの、やっぱりうなぎが違うんですか、うなぎが違うんですか、こう身がふっくらしてるとか。いやいや、だからもうこう東京の出し方と、はい、大阪の出し方と、はい、名古屋の出し方とか、はい、九州の出し方、もう全然違う。あ、そうなんですか。そうそうそう、全然。一回だから東京なんかは、はい、だからふっくら蒸して、はい、で焼いてとか、はい、で串でやるから、一本ずつ串でやるから、はい、もう最高作ってても一人でやったら50個とか60個が目いっぱいなんだよね。100個作ったら死んでしまうよね。職人さんが大変ですよね。そうそうそう。でもあのそういうその鉄串でさ、バーってこう何十本もあって、それでガッシャンガッシャンさ、タレつけながらこう焼いて、ほんであとこうひつまむしだからこう小さくこう、はい、骨もだからこううまくこう細く削って、はい、こうなんか食べやすいようなこう切って、それで食べるから意外と量は作れると思うけどね。でも東京のうなぎとやっぱり名古屋のうなぎ、大阪のうなぎと全然違うもんね。だから蓬莱軒のうなぎは一発でやっぱ大量に作れるよね。名古屋でひつまぶしだったら蓬莱軒はちょっとおすすめなんですね。おすすめっていうか、みんなおすすめだろうね。一番流行ってんだもんだって。あと他にないですか？あるよ、いっぱい。味噌カツ屋もその一宮で味噌カツあれだし、で明徳行ったら、明徳行ったでいつもお世話になってる寿司町っていう寿司屋さんのもう、お寿司も絶対名古屋行ったら必ず2回は行くし、であそこのあのなんだっけ、あの名古屋の調整官っていうあの山田先生っていうのがいて、その山田先生がよく連れて行ってくれるホルモン屋がまたうまいんだよね、名古屋の。ホルモン屋ってのはあれですか、ホルモン焼くんですか。ホルモン、いや、ホルモンって、いやいや、土手、はいはい、名古屋の。そうそう。だから俺もそれ食べると痛風になるからさ連れてってくれて、うまいからバカバカ食べるからさ。鍋いっぱいとか食べる、ね。そうそうそう。もうだから本当お世話になったんだよね、あの、
名古屋のあの山田先生には。で行ったらもうちょっと体調が悪くなったりしたらこうあの山田先生のところ行って、ほんでもう全部治療してもらって、ほんで行けるから、俺だから名古屋調子良かったんだと思う。すごいケアしてくれるし、うん、すごいよその先生。もう全盛期、もう今もう70いくつでもう疲れてるけど、全盛期だって30、40の時バリバリの時さ、1日さ100人ぐらいやるんだよ。1日100人だ、朝の6時ぐらいから夕方の8時か9時までやるんだから、うん、ずっとだよ1日。朝6時からだってもう6時ぐらいからもう並んでんだもんみんな、うん、だから自分らも本当にじゃあとか言ってて、9時とかでもうギリギリ見てもらったりしてた。すっごいお世話になった。じゃあ本場所終わって、うん、先生のところ行って、そうそう、で見てもらってた、見てもらって、うん、でまた帰るみたいな。うん、いやだからいやなんか名古屋結構、うん、美味しかったような気がするよね。焼肉屋もなんかちょっとなんかちょっと不良っぽい人がいっぱい来るような焼肉屋でもなんか薄くしてね、薄くしてあのなんていうのあのミノをねもう本当にもう薄くして、それをこうあのポン酢で食べるんだけど、もうあっさりしていくらでも食べるんだよ。うまそうですね。うまい。それでうちのやつにあのそういうその外国産の大きいミノがあるわけよ。それをちょっと半氷にして、半氷にしてそれで薄くスライスして出したら絶対入るから、うん、やってみって言ったら面倒くさがってやらないんだよね。もったいないですね。それもね。いやすっごい美味しい。やらないかね。でも琴美月さんの焼肉屋さんも名古屋じゃないですか。もう余計なこと言うなって。もう余計なこと言うなって。余計なことなんですか。いややっぱりね。うん、やっぱりこうもう2ランク忙しいのはだって琴美月が接客してるから忙しいんだって、うん、もう2ランク上げたらお客さんも多い時は1000万売ったんだからね琴美月も、うん、肉は高いから、だから肉は高いからやっぱりこうその合わせないといけないじゃん、どうギリギリのそのそういうラインとかね、原価と利益を、うん、そこは難しいかもしれないね、うん、名古屋はだから俺夜とかだから名古屋でね知り合いの人結構いたから、名古屋のね山田先生もいたし、あと宝石屋の山田さんもいたし、山田さん多いんだよね。山田さんもいたし、あとそこの寿司屋のね寿司長の大将もいたし、うん、であとなんかあのうちの近くで今東京にもあるけど、東京のやつなんかあんま美味しくないんだよね。あのこう台湾料理の味仙ってあるんだけど。東京でも出してんだけど、うん、そこのねもう辛いから台湾ラーメンとか行ってめっちゃ辛くしてで食べて、もう汗もうダクダクしながら食べたりとか、うん、今は、うん、今の力士さんはそんなに好きに食べに行けない感じなの、うん、いやご飯は行ってると思うけどね、もうそれほどあれなんていうか、ね、うん、俺一番だからあの名古屋でものすごいこうちょくちょく行ってて、はい、堀川っていう小さい店なんですよね。10人ぐらいかな、10人か15人ぐらいしか入れないんだけど、うん、そこの堀川っていう店で何でも作ってくれるわけ、あ何屋さんってわけではないんですね。そうそう、まあ一品料理屋なんだけど何でも、はい、うん、言えば作ってくれる、言えば作ってくれる、何でも
美味しい店だったね。値段はちょっと高いけど、名古屋の錦の中にあるんだけどね、調べて一回行ってみて、堀川っていう店、うん、美味しいし。今でも行かれます、うん、え 今でも行くよ、うん、名古屋行った時、うん、で俺名古屋のあのこう肉をこう売ってた時あったじゃん、名古屋で、はい、あの なんだっけ、うん、イベントイベントで、はい、そしたらわざわざ来てくれて、おうんうん、肉だってに肉牛1本1000円の肉牛20本ぐらい買って行ってくれた、うん、みんなね、うん、でそれで、まあ、夜はリキリキが逆に食べ行って食べ行ってね、だから食い物良かったよね、うん、まあ大阪もだからまあ知り合い多いからあれだけど、名古屋も意外とだからそのね知り合いも多かったし、うん、いろんなとこ連れてってくれるからね、いやいい食い物といい先生がいたから力歴は成績が良かった、そう強かったんだね、ありがたいよね、うん、名古屋ほんといいとこだよ、大好きだもん、食いもうまいし、なんかあのいろいろよくしてくれる人たくさんいたから、うん、大阪も好きだし、はいはい、九州だけはねあんまり調子よくなかったけど地元なのにさなんか借金取りばっかりして逃げ回ってた借金取りに逃げ回ってた男だからさ倒れるわ、ほんま変なトラウマが、え、うん